皆さんこんにちは、さやかさこころです。今日はお知らせを一つしたいと思います。私さやかさこころは昨日関東ミッドアマに出場してきました。なんとこんなね動画をね上げるなんてね思ってなかったんですが、その時の気持ちとか心情とかをみんなに知ってもらうためにも上げることにしました。まずですね、私ですね、実はインスタグラムにも書いておりましたが、大スランプでして、はい、まあ、予兆はね結構前からありました。多分4月ぐらい、純ちゃんとダブス出る時も前日ぐらいまでなんかうまくいかないなとかあったりしたんですけど、試合になるとなんか調子合わせて良くなって、で月齢の時も、太陽の月齢ですね、出た時も前日ぐらいまで結構って言ってて、試合になるとなんか調子いいなみたいなのがあったりして、まあちょっとこう絆創膏を貼りながらゴルフしてる感じですね。あ、おかしいな、絆創膏貼っとこうみたいな、おかしいな、絆創膏貼っとこうみたいな、でいろんな人にこうアドバイスいただいてちょっとずつ直してたんですけど、それがですね全て剥がれ落ちたという感じですかね。全て剥がれ落ちて傷がむき出しになった。でもう何が何やらどうしていいかもわからぬまま、とりあえずタイに行ってきたんですけれども、まあ帰って試合が2つあると思うと、このまま試合出ていいものなのか、100とか叩くような感じで出ていいのかなみたいな悩みもあったんですが、まあ一番の目標であったということもあって、まあ経験する気持ちで大会に臨みました。でなんとですね、前日に思い切ってキャロウェイエピックにクラブを差し替えました。なんかもうイメージも変えたかったし、スコアじゃないぞと、レッスンを受けた先生の言うことを聞いて、スコアじゃない以外のことを考えてゴルフをするっていうのが目標だったんで、エースを抜いてエピックを差していきました。でその練習時間が、あ違う、練習時間というか練習ができないんですよ、関東ミッドアマ朝。まあ、できるんですけどアイアンのみなのかな、はい、でアプローチバンカーもできないしドライバーも打っちゃいけないってことだったんで、その近くの練習場で練習しました。40球くらいかな。でその映像がと携帯で撮ってあるので、練習してる風景この辺に入れてもらいますね。で練習が終わりました。でコースに行きます。まあコースまで練習場から10分くらいかな、はい、着きました。着いたら受付をして、このね関東ミッドアワーのネームプレート、出場した人みんなに当たるネームプレートですね、2017年関東ウーマンズミッドアマチュアゴルフチャンピオンシップ三枝心、はい、でこれをいただき受付を終了し、まあ、パター練習はできるのでパター練習をしに来ました。パター練習を終わっていざスタートです。私ね3番目に打ったんですけど、1番の人も2番の人もフェアウェイキープでナイスショットで、その時の心情はどうだろう、左がちょっと OB っていうか怪しいところなんで、右に出すイメージでとにかく振り抜く、躊躇せずに振り抜く。実は直前のその森さんのね、インスタにも書いてるんですけど、森弘さんのレッスンを受けまして、なんかイメージはちょっと立ちますね、野球のバットをでこうやってパンって振るんですか、1本で右で立って左踏み込んでパン、その素振りをして、こうなんていうんだろう、遠心力でこう
回転するイメージだ。この辺でクラブをパンってパンみたいな、外すみたいな、クラブをポンみたいな、後ろ向いてクラブを投げせるみたいなイメージで振ったら、なんともう信じられないぐらい飛んで、もう信じられないぐらい、本当に多分今までいろんな飛んだ飛んだって言ってきましたけど、それを抜くぐらい、練習ラウンドでそこではウッド8番4番ウッドと多分一番大きいクラブで練習ラウンドを打ってたけど、アイアンかユーティリティで多分ウッドを使ったのかなぐらい、なんかちょっとあんま記憶ないですけど、そう、もう本当にぶっ飛んでて、おかしいぞみたいな、私ちょっとこんなはずじゃないぞみたいな、あのなんか傷でボロボロの体のはずなのにみたいな、あの感じ。まあそれがね一番スタートだったんですけれども、まあ飛んで、まあ、次サブグリーンの方行って、結局ボギーで、まあ、寄せてボギーでね終わった感じですね。でもそのまま2番ホールに進ん で2番ホールも、まあ、ボギー、ドライバーはめっちゃ飛んでました。2番ホールももうありえない、いつもよりほんと20ヤードぐらいは飛んでましたね。もうあぜん、自分のボールに自分があぜんっていう状態でボギーボギーときました。んでその次がパー5、次バーディーですよ。よくわかんないですね、ボギーボギーバーディー、なんだこれは、誰か乗り移ってるぞみたいな感じで、次あのショート、あこれ短いやつだ、これすごいサービスのショートで結構短いんですが、まあ、ピン あの左横につけて、まあワンパットでバーディー、おかしいですね、パープレーに戻ります。何が何だか分かんないけど次々進んでいこうってことで、次パー5、これパーですね。いやまたそのアイアンもちょっと嫌だなって、左の方にピン切ってあると嫌だなっていうのがもともとの癖があったんで、それを森さんに聞いたところ、左足重心で嫌なライは全部打てって言われたんで、それが全部ピタリとはまってピンを刺していくんですよ。なんか知んないですけど、もう不思議不思議でどうしようもない。でボギーボギーバーディーバーディーパーできました。で6番ホールパー4、まさかここで下りからのロングパットが入っちゃうバーディー、まさかのここで1アンダーっていう、もう謎ですね、どうしたんだろう三枝高校って感じです。で次あのショートホール、結構これ170ヤード距離もあったんですけど、グリーンは捉えられなかったけどワンパットでパー、はい。で次上がり2ホールパー4なんですけど、ここはボギーボギー、驚異的なスコアですね、37です、ワンオーバーで。いやー本当に東、そのレイクウッド創生の東コースは本当長くて難しくて、練習ラウンドでね46と46しか出てないんですよ。どんだけ私がなんかおかしくなってたか分かります？練習ラウンドで46と46で本番が37ってことは10打違うってことなんですか。何かが乗り移ってるとしか思えないですね、何かが乗り移ってますね。で後半南コース入りました。南コースはショートからスタートなんですが、まあ、いきなりパー発進しました。これがまた右のバンカーに入って上から落ちたんでド目玉になって、あー目玉かーみたいな、クラブかぶせてボーンだなみたいな、まあ、最悪大きくなっちゃってもしょうがないやぐらいな感じですよ気持ちは。それで打ったらもうほんとピンのこれぐらいオッケーみたいな、いやまだ誰か乗り移ってるなみたいな感じですよ後半のスタートも。で次パー4、あ違うパー5だ、ここは6ボギーですね。いやこれもなんかアイランドグリーンで結構池攻めると池入っちゃうんで4打目勝負で行ったんですけど、かなり寄ってこれぐらいのパットをね外しました。
これ2回連続外してて、この次の12番でもこれぐらいのパット外してボギーにして、ここ2つ本当は、うん、パーパーって行きたかったなっていうのはちょっと悔やまれるなと思います。ただまだ全然上出来です。で13番ホール、これはダボにしちゃいました。あの左のね、林の方に引っ掛けてね、なんか出そうと思ったらなんかそれもまたうまくいかず、でバンカー入れちゃって、そうでパターもなんかああいうやつでもこれダボとします。で次パー4、これもパー取りましたね。次の14番15番、パー5、まあでもこれボギーですね。で16番がこれボギーです。で最後のショート、ちょっと打ち下ろしの150ヤードぐらいのこのパーがね、パー取ったんですけど、本当あの届かなくて、ちょっとダフって届かなくて、グリーンの手前のなんか砲台のところやってアプローチでピンが見えない、ピンの根元が見えない、チェポーンって言ったらまたこれぐらい打っちゃって OK パーの状態、なんか自分らしさも出ながらもまだなんかついてるなみたいなのあり、で最後18番、ナイスショットからのバンカー入れてのバンカー2回出ないからのダボ、はい、いつも通りな感じですね。で以上、南コースは44でした。ちょっと字が汚くてすみません。なんか南コースは練習ラウンドの方が43出てて、でも1個は48なんで、まあ、こっちも練習ラウンドのいい方にほぼ近いという結果です。で今回第1ブロックで出たので6190ヤード、6200ヤードですね、ほぼで回ってこの81というスコアはもう何かがいるとしか思えないですね。カットライン83で81だったので、最後さ心は関東ミッド初出場予選突破しました。ありがとうございます。いやー、未だ一日経った今も、本当かなみたいな。でも本当なんかこう皆さんが、まあ、インスタグラムで書いた時にも応援してくださったり、まあ、その近くにいるコーチがすごくいいアドバイスをくれたり、なんか吹っ切れたっていうのは一番大きかったですよ。もういいよ、もうスコアいいよ、出ることに意味があるよ、頑張っていこうみたいな。叩いたり良かったり叩いたり良かったりし、なんか後ろを振り返らず常に前、次のこと次のことって初めて考えられた競技ゴルフだったかなと思います。今回本当にすごい試合、すごい環境雰囲気の中でこんな自分が出せたことは感動しております。またそんなこと言ってる間に今週もう一個試合があるので、それに向けて前向きに頑張りたいと思います。以上、三枝心関東ミッドアマ予選通過しました。ありがとうございます。動画でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ。チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。